フィアット131は、イタリアの自動車メーカーフィアットが1974年から1984年まで生産した小型乗用車である。多くのモデルには、鳥の近郊にある131の生産工場所在地にちなんで、ミラフィオーリというサブネームが付けられていた。1974年の鳥のショーで発表された131ミラフィオーリは1966年に登場し、 同年のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞した成功作124の忠実な後継者として誕生した。ボディタイプは124と同じ4ドアセダンをドアワゴンに加え124にはなかった2ドアセダンも用意されたが反面124に存在したクーペット・スパイダーは用意されず124スパイダーは結局1985年まで ピニファリーナ2000スパイダーとして継続生産された。131は当時としてはごくオーソドックスに設計された乗用車で、フィアット車内のデザインセンターでデザインされたプレーンなサンボックスのモノコック構造の車体、FR レイアウト、固定式、リアアクスルなどは当時として中庸の設計であった。124は当時の大衆的な小型乗用車としては異例にも四輪。 ディスクブレーキを装備していたが、131では後輪はドラムブレーキに戻されていた。このように特徴の乏しい設計であった131。だが、途中で追加されたスポーツモデルの131アバルトラリーが世界ラリー選手権で活躍。マルク・アレン、ティモ・サロネン、ワルター・ロールが1977年、1978年、1980年に、 それぞれワールドチャンピオンになった。1978年と1981年にマイナーチェンジを受けて中期型、後期型に発展。1985年までに前輪駆動のリトモをベースにしたサンボックスセダン、ワゴンのレガータニアとを譲って消滅した。131アバルトラリーカー当初用意された。エンジンは124と同じオフ4気筒1。 297cc65 馬力または 1585cc65 馬力で 1585cc モデルは 131S と呼ばれ丸型四等式ヘッドライトが与えられて 1297cc モデルの角型二等式と区別されていた。なお、アメリカ向け輸出者には公害対策によって大幅にパワーダウンした DOHC1 585cc83 馬力エンジンが搭載され、名前もフィアットブライバーに改められていた。日本には1976年以降、当時の輸入代理店であったロイヤルモータース及びその後を継いだ東方モーターズによって、この仕様が 131S の名で輸入された。131アバルトラリーは、すでにフィアットのモータースポーツ部門となっていた。 アバルトによって開発され、オーバーフェンダー、ボンネット、トランクリッドが FRP で、またドアの外パネルがアルミで軽量化、後輪サスペンションも専用設計の独立式マファーソンストラットが与えられ、クーゲルフィッシャー製の機械式燃料噴射付きで215馬力以上を発揮した。フィアットは1976年この車両を WRC のグループ4に出場するためのホモロゲーションモデルとして400台のストラダーレを市販し、最終的には1000台以上が生産された。こちらはタイヤは同じくピレル P7 であるが195、50VR15 と細くなり、クロモドラとアバルトのダブルネームの軽合金ホイール、室内は4人分のふかふかで包み込まれるようなシートが与えられ、エンジンは 同じ16バルブ DOHC1-995cc ながら、ウェーバー 34ADF により140馬力にデチューンされていた。スペイン製、セアト131スーパーミラフィオーリ1978年には、マイナーチェンジを受け、外観はヘッドライトが大型の角型に等式に改められ、テールライトも大型化。 内装も従来の特徴のナイアや旧式なデザインから、スライド式のグローブボックスや個性的なメーターの文字盤を持つ特色あるものに変更され、全体的に高級感を増した。5ドアワゴンの名称はパノラマに変更された。また124時代のスペシャルティ以来と抱いていた DOHC エンジン車が、本国でもスーパーミラフよりレーシングの名前で復活した。 スーパーミラフィオーリの DOHC エンジンは 1301cc78 馬力または 1585cc96 馬力であったのに対しレーシングは 1995cc115 馬力を搭載大小2つの丸型ヘッドライトを持つ専用グリルオーバーフェンダー5速ギアボックスを装備し最高速度は時速 180km に達した 同時にディーゼルエンジン車も追加され、1995cc60 馬力と 2445cc72 馬力が用意された。日本市場には、東方モーターズによって、台北仕様市九 1995cc のスーパーミラフィオーリが主に輸入され、3速オートマチック付きとなり、後期にはパワーステアリングも装備されたので比較的多くが輸入された。また、 形式認定取得が容易になる少数限定枠を利用して、レーシングもわずかながら輸入された。スペイン製、セアト131エステート1980年には、再び1981年モデルとしてのマイナーチェンジを受けた。131レーシングは中止され、セダンのスーパーミラフィオーリにも 1995CCDOHC エンジンが装備可能となった。 外観上は、フィアットの新しい丸いエンブレムが、4つの平行四辺形の旧デザインのものに変わって、フロントグリル中央に付けられ、CL 以上のモデルには、太いラバーのプロテクターが、車体下部に張り巡らされたことが新しい。また、買いモデルのエンジンは、サイチェシーに改められ、リトモと同じ 1367cc70 馬力、1585。 CC85 バリー機に変更された。1981年にはレーシングに代わる2ドアのスポーツモデルとして131ボルメトリーコアバルトが登場した。アバルトが設計したスーパーチャージャーが与えられたエンジンは140バリー機となり、1970年代の131アバルトラリーに匹敵する出力を得た。同じエンジンは ランチやベータのセダンクーペにも用いられた。シリーズ3の時代には、日本のフィアット総代理店が再び、チェッカーモータース・ジャクスに変わり、両社は、リットモアバルト 130TC などのアバルト系の、小型スポーツモデルを主力に販売したため、131の正規輸入は途絶えた。131ボルメトリーコアバルトは、並行輸入で少数が上陸した。1983年、 全輪駆動のリトモをベースにしたサンボックスセダン、レガータが登場すると、セダンがまず生産中止となり、1985年に、レガータのワゴン版、ウィークエンドが誕生すると、ワゴン版も消滅した。2000年式、トファッシュ・ムラット131海外提携に熱心で、あった、当時のフィアット社らしく、全身の124同様、131は、各国で、 ライセンス生産された。スペインではセアトがセアト131として1982年まで生産したが、国内では4ドアセダンのみを販売し、ワゴンはフィアット131の社名で輸出用にのみ、生産した。トルコではトファシュガ外観をレガータ風に手直しして、トファシュムラット131の名前で、セダンのドアンとワゴンのカルタルを九百九十年代まで。 生産した。さらに、エジプトのエルナサーは1991年から、エチオピアのホラントカーでは実に2006年になってから、ムラット131のノックダウン生産を開始している。ありがとうございます。